今シーズン2度のサヨナラを取って、最後は今日はよく出てきてくれました。いや、本当そうですね。まあ、ランナーを送ったら、そのランナーだったんで、本当に最初のゴールをお願いしました。決めましたって言ってました。8回目に当てられたんですけど、松尾さん、一層で勝ちました。そういう番組の働きしっかりとやってました。いや、本当に今日の勝ち合わせが、それで山川さんの流れに追いついたというところが、ポイント結果になった要因の一つだと思います。先制点は、友崎選手の粘りでした。そうですね、彼の課題というか、追い込まれてからというのがあって、ずっとしながらね、まあ、三振も多いんですけど、まあ、一瞬ぐらいなんで、確か19ぐらいですかね。投げてまたまた大島の前まで無視してというような感じで素晴らしい状態だと思います。そうですね、そういう形で来たんで今日はできるかなと思ったんですけどね、富士大企業が頑張って3人気を勝ちしたんで行けるかなと思いますね。あとは今日は飛び越しとか待っていてるとか、飛び越しに関してはどう思いますか。まあ、意外と良かったのは相性もありますし、ちょっと最初のセットバンドはちょっとそんなに行くかもかりませんけど、相手でちょっと不運な影響があったと思うので、まあ、この点まではすばらかったんですけどね、まあ、逆転されたので、ちょっとそこはね、その前のピッチでそこに打たれてというのがあったんですけど、でもその後は自転で抑えましたから、こういう形になるかという意味でもありますね。この後一日その後は別途で、死ぬ。昨日の安井 JBS の今日は直接を見せて、まあ、この間の点ではつなげられたと思いました。まあまあ、我々が本当に一試合して勝つしかないんで、そういう意味で、ね、今日負けられないということで、本当に粘り待って今日の選手が復帰していけるかなと思います。お待たせします。はい、